小説、お風呂上がりです。テロップしよう。写真集、特典。あ、途中でちょっと。新しくなった。ん。暑い。暑い。今日、リップ買ったんですよ、今日。このさ、めっちゃ話題のさ、フェーの、なんかずっとバニラの、なんかいろんな種類があって、それの30%っていうナチュラルな色味と70%っていう種類があるよね。なんかそれのバニラの30%とバニラの70%がめっちゃ人気なんよ。で、それが欲しいなと思いながら、このお店にさ、置いてあるの見たらチェックしよったんやけど、今日なんとバニラの3、久々にめっちゃ在庫が揃っとる店舗を見つけて、激アツやと思って、これもう買うしかないと思って、買おうと思ってね。で、もう一回ちゃんと調べたら、バニラもめっちゃ可愛いけど、もっとこっちの方が私好きかもって思うのがあって、そっちを買いました。これは何て読むんだろう。書いてあるわ。エンドゥ30%っていう色味。クモハさん、ありがとう。クモ。風神雷神さん、ありがとう。風。あ、雷。くんももさん、ありがとう。もも。ゆきひろさん、ありがとう。にんじん、ゆきだるま。たくやさん、ありがとう。お風呂上がりやけさ、あんまりリップつけたくないんですけど、でもあまりにも、血色がないし、ちょっとこれ気になるので、ちょっと使ってみようと思います。かわいい。エンドゥの30%。見て、パッケージめっちゃかわいいんですよ。かわいい。かわよい。しゅんさん、ありがとう。シュッ。じゃあ塗ってみようと思います。初お披露目。わっ、いい匂いする。あ、かわいい、かわいい。 この配信の画面、ちょっと待って、鏡でアップで見る。かわいい、めっちゃナチュラル。これ一度塗りやけん。もうこれ30%っていうナチュラルな方なんですよ。でもこれめっちゃいいね。めっちゃかわいい。プルプル。かわいい。いい感じです。よっちさん、ありがとう。よ。ジムジムさん、ありがとう。ジム。ダンベル。ナルトさん、ありがとう。ナルト。ビビオさん、ありがとう。ビ。
ゆうじさんありがとう。ゆう。ぼやっきーさんありがとう。皆様ありがとうございます。え、かわいいかわいい。ちょっとこれさ、内側にもう一回塗ろう。てかさ、めっちゃいい匂いやわ。え、かわいい、嬉しい。かわいい、かわいいです。かわいい、かわいい、めっちゃかわいいやん。マジでかわいいんやけど。嬉しい。これ明日さ、夏ライブやけんさ、ちゃんと髪とかメイクとかした状態でやるの楽しみ、楽しみちゃん。うん、タワーありがとうございます。え、なんかさ、こっちでさバグっとってさ、映っとらん、ここに表示されとらん、出てきてほしい。ナルドさん、赤ずきんちゃんタワーありがとう。ナルドさん、ナルドさん、あ、おこ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 赤ずきんちゃんクマタワー、ナルドさんありがとう、ありがとうございます。ありがとう。感謝。と、佐賀さんありがとう。S、香港さん、香港どんなのどうだろう美味しいご飯。はるくんさん、ありがとう。皆様、恋してカープさん、恋ありがとう。今回の特典は水色エメラルドグリーンみたいなビキニを着た私です。撮影は一番最初に撮影だったんよ。私マジでもうほんまにさ、みんなが想像しとる何倍もご飯食べたんですよ、台湾で。じゃけ一番シュッとした私もうあれが一番最初だったけん、そう、一番細りしてる私です。今日からの特典の写真は、そう、オロチさんありがとう。今回の特典もお気に入り。歯磨きのやつはいつ撮ったの？あ、歯磨きのやつが一番最後の日の一番最後のビキニです。じゃっけ、その歯磨きしてる薄緑みたいなさ、家っぽいところで撮ってる写真と今日の特典の写真は、そう、ちょっと違うと思う。サンピラーさん、あ、3個、サンピラーさん3個買ってくれてるじゃん。うえ、
ありがとうサンピラさん、サンサンサンピラピラサンピラピラさん、サン札ありがとう。サンピラさんありがとう、堪能してね。2個目の特典ビスゲットありがとうございます、本当に感謝、ありがとう、めっちゃ可愛いありがとうございます。皆さん K セティンさんありがとう。 K ダダダダムダオさんありがとう。ダッシュと、ヨシタさんありがとう。よしと、リュウジさんありがとう。氷ジェイマリンさんありがとう。マリンこれあのサーフィンに乗っとる人の真似みんなありがとうございます。え、そう昨日23時59分34秒写真集予約しました。そう、それ私昨日の配信さ最後の方に気づいてあーみたいな言ったんですけど、それなんか聞こえたとかなんやろ。ブルーさん昨日はあのありがとう、ブルー、あブルー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 さんありがとう。これあれです、カラーズの、カラーズの T シャツ、広島の時の1回目の時、ショールームで買おうと思ってずっと着てた。ありがとう、愛おしい、みんな感謝だ。赤湯さんありがとう。うん、ミューラッチさんありがとう。多分コンサート準備どう？え、あの地方コンもう最高、もう最高もう最高です、本当にもう最高。今日さ一人カラオケ人から行って、全部瀬取り順に歌ったんですよ。もう楽しくて一人でルンルンしながら歌って踊ってた。かーくんさんありがとう。ブーン、え、ほんまにねめっちゃ楽しいと思う、みんな楽しみにしとってね。でさ、いつか広島でもやりたいっていう話をね、ツインのマネージャーさんと話してました。絶対やりたい。深夜さんありがとう。真実あいつも一つ、リップかわいい、このさナチュラルな時にも合うね、いいね。
今日のさオフショット見てくれましたか？台湾でお土産買ってルンルンな私を乗せました。え、てかさ10月のさ10月の生写真出たよね。私あれオフショット載せようと思ってね、ずっと載せれとらんのよね。今月はあれです、ハロウィンなんやけど、めっちゃ可愛くて衣装が全部、私はアリスの衣装でした。あの全部衣装さんがメンバーそれぞれの雰囲気に合わせて選んでくれたらいいんやけど、私はアリスのやつでした。可愛かった、めっちゃ可愛かった。いっぱい写真撮ったけんさ載せますね。なんかなりふみさんありがとうの、のよしふみさんありがとう。ありがとうございます。まめさんありがとう。まめうん、何のお土産買ったの？え、なんかね、いっぱい買いました。なんかこんぐらいの可愛いバッジみたいなのを家族とおばあちゃんたちと、となんか種類違いみたいな感じのお揃いで買ったのと、あと靴下と、何回な、いっぱい買ったんやけど、あとなんか台湾のお茶みたいなセットみたいなやつと、あとパインケーキと、あと台湾なんかお菓子と、え、何買ったっけ、あとなんかコップみたいの買いました、台湾の。あと、え、何買ったっけもうさ3ヶ月ぐらい前やけさ、ちょっとうろ覚え。お土産なんかあったか、お土産のお店ですね。そう、なんかそのコーディネーターさんがここが可愛い雑貨とかいろいろあるよって教えてくださって、そう行きました。演歌家さんありがとう。え、絵に見える、え、おじゃまるさんありがとう。おじゃるまる様、おじゃるまる様ありがとう。台湾楽しかったな。てかもう意外とあっという間だよ、発売まで。今今日7やから2週間ぐらい。わお、早いよ、ワクワク。マジで写真集めっちゃいい感じやけん、早くみんなに見てほしい。明日半袖寒いかな。明日ニット生地の半袖なんですけど寒いかな。
ニット生地の半袖なんですけど、上着かなんか持ってったら大丈夫か。なんかさ、まだ着たい夏服とかいっぱいある。私一回しか着てないお気に入りのさ夏服あったのにさ、なんか秋になっちゃったから、なんか夏もうさめっちゃ暑かったけんさ、ずっともうちょっと夏続くかなと思ってたんやけど、意外と秋が来た。なんかこっちがゴロゴロする、なんかゴミが入っとる感じがする。謎い。あ、そうそう、フラッシュさんにもね、写真集の撮影の時のカットがなります。わーい、嬉しい。明日発売のフラッシュさん、なんかオフショットとかをさみんなにお届けしてるけどさ、そういう本になってみんなの手元に行くのは初めてですね。フラッシュさんが買って、フラッシュありがとう。皆さんぜひチェックしてください。目がゴロゴロしたら上のまぶた持って上下に動かすなんかグロい、グロくないか。よくわからん、よくわからんかったです。ちょっと触らんとくわ。キングさんありがとう。王冠王冠かんない、王冠。いや、コンタクトしとらんのやけどさ、今謎じゃけ謎です。でもたまにさ、なんかゴロゴロするなと思ったらさ、目とまつげのキワキワになんかちっちゃいポツンみたいな、急にポツンみたいな現れてません？これたまーにありません？ちょっと待って、今ピカチュウでチェックして、わっ、あるかも、そのプツンが。あれ、でもさ上にあると思ってたけど下にあった、このちょうど真ん中らに一個プツンってある。やられたぜ。うん、ありがとうございます。じゃあランキングを読みます。あれ、もうすぐショールーム始めてさ、もう8年ぐらい経つのにさ、毎回ランキングのボタンがどこかわからん。今いっぱいボタン押してやっと出てきた。20位ケイシュキ、39位ヌルディン、38位ガンスくんさん、17位チホポッチさん、16位台湾のコウさん、15位シュロウケンさん、14位20世紀ともちゃんさん、13位宮川和幸さん、12位ブルーさん、11位ダーワさん、10位キョンシーさん、9位フレッシュメロンさん、8位ミックさん、7位ビンゴの海賊さん、ラッキーセブン。6位イミミキャンさん、5位癒し系さん、4位クリオティーヌさん、3位香港さん、スイスイ、2位陽一さん、ツーツー、そして第1位はピュンヒュン、ナルドさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。2位赤ずきんちゃんタワーもありがとう。
ありがとうございます。写真集ゲットしてくださった皆さんもありがとうございます。配信ありがとうございました。こちらこそ楽しかった。明日も配信夜すると思いますのでよろしくお願いします。あ、写真集来た。ととみつさんありがとう。みちありがとうございます。ということでスクショタイムしよう。おやすみポーズ。リップいい感じだったから嬉しいポーズ。バイバイ、おやすみなさい。さよなら。またね、バイバイ。また明日ね。おやすみ。